ですね、私の方で2017年ミスユニバースジャパン栃木大会の、ビューティーキャンプの講師をしておりまして、そのつながりで本日は、ビューティーキャンプの講師2名に、いらしていただいてます。でその2人と交えてちょっとビューティーキャンプのお話であったりとか、いろいろお話をさせていただきたいと思います。とその後に、今日はそのファイナリストも来てますので、その後にまたご紹介させていただきたいと思います。はい、ではちょっとビューティーキャンプ講師の2人をお呼びしたいと思いますので、はい、ではお願いします。こんにちは。はい自分で勝ちましたね。はい、よろしくお願いします。はい、まずはちょっと簡単に自己紹介をしていただけたらなと思います。はい、皆さんこんにちは、2017年ミスユニバース栃木大会、ビューティーキャンプ講師をさせていただいております村山さとみでございます。実際本業はですね、株式会社マインネットの代表取締役をしております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いします。皆さんこんにちは、星野投資英と申します。ビューティーキャンプの講師をさせていただいております。よろしくお願いいたします。はい、本業の方は、ネイルサロンラフローラをやっておりまして、オーナーネイリストであります。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ね、こう見えて皆さんね、本業が意外にね、そうなんですよ、ちょっと違うね。そう、知ってましたかネイリスト。ね、今ね、そうかと思った、なネイルだったんだってネイリストだったんですよね。そうなんです、実は。あ、でもでもサロンもね、されてますからね。はい、そうですね、はい、やってます。そうですね、どちらですか、サロン場所は。大楽郡の明和町というところでして、はい、私はよく知ってるんですけど。あ、そうですかあのですね、それは群馬県です、村山先生。大楽郡、群なんです、群なんですぐんぐん、ぐんぐん、そうですか。ごめんなさい、ちょっとね、市町村単位の市まではなんとか頑張れますけど、ちょっとぐんごめんなさい。名は町です。今町？あれ村の時代を知ってる。え、何このローカルな会話。あのですね、もうすごいローカルになるんですけど、私がその栃木県足利市出身で、まあ、高校であったりとか、はい、やはりこう県外の友達っていうのがね、増えてきた中で、明和村とか。町です。そうなの、だからね、オーラは。わかんない。そう、行ったりとかよくしてたんですよ。まあ、うん、オーラのある町なんですね、でもきっと。そう、あ、そう。ねえ、ね。そう、ね、素敵。やんややんや。そうなんですよ。ね、だからよく行ってたんで。そうですか。はい、大浦町はよく。そうですか。あと、まあまあローカルすぎますけど、親戚もいるんで。いや、まあね、ご親族の方にどうぞよろしくお伝えくださいまして。じゃあ私は足利は行かせていただいたんですけど、うん、はい、移動するとどのぐらいの距離、時間で言うと。車でですと30分ぐらいですね。かかりますかね。私は実家は足利なので。あ、そうなんですね。そうなんです。そんなにって意外に向こうの人近いですよ、3、40分は。あ、ね、そうですね、うん、そうですよね。すみません、そうですね、村山先生。ちょっとわからないんですけれど、でもそうなんですね。でも、まあ、そういうつながりで、はい、まあ、皆さん本業もありつつなんですが、です、ね、今回ね、足利市で、はい、ミスユニバースが開催されるということで、はい、まあ、ファイナリストが今現在11名いらっしゃいまして、はい、もういよいよですね、来週になりますので。本当に早かったですよね、はい、びっくりしますよね。ビューティーキャンプも始まってもう一月以上経ちますし、す、ね、明日がラストなんですけど、はい、最終日、私が明日最終日でやらせていただきます。はい、はい、っていう形で、ちょっともう明日最終ですからね。そうですよね。でも宇都宮でね、はい、始まってから、はい、早いですね。10月15日です、ね、そう、だからちょうど、ね、まあ、1ヶ月前、先月の第3週土曜日なので、もう今日ね、今月第3週土曜日で今、かなり仕上がってきてるんじゃないですか、ね、皆さん随分変わりましたよね、うん、びっくりしますね。でこれからまたね、ファイナリストさんにも出ていただくんですけど、今ね、何ってね、彼女たちが今Facebook 上で投票、そうなんですよね、してもらっているところなので、うん、それを皆さんにね、1日1回できるんですよ。1日1回全員に
そう全員に1人だけ、ね、そう1人だけ限定で、はい、今日 の、 あのビジンク情報局は、はい、そのね、せっかく来てもらえてるファイナリストの子限定でクリックしてもらうように、はい、あのお得です ね、 ね、そう全面的にあの、ね、バックアップさせていただいて、ビジンク情報局で、やっぱりね、このネットで配信してる番組なので、うん、ちょっとそういったフェイスブックと連動して、うん、あのね、投票しやすくなってますから、うん、今ねちょっとその辺は後々、はい、出させていただきたいなと思います、はいはい、いやでも今多いんですよ、 SNS を使って、うん、ミスコンのウェブ投票するっていうのが、うんうん、ね、なんか増えてきて、ね、本当に多いんですよ、うん、ね、いろんなミスコンがあって、うん、なので、うん、ね、いろんなところで皆さんね、うん、で1日1回1人限定っていうところがやはりね、いいんじゃないでしょうか、うん、そうですね、でも毎日見てもらわないとね、そうですね、です開いていただいて、はいはい、うん、もう今日19日なんで、だからあと6日間、6日、ね、そう、あ、じゃない5日間か、24日前日までだから、あ、なるほど、そうそうそう、で集計するんですね、あと5日、ね、あと5日なので、何人の方がね、皆さんね、見ている方とかね、このままあのこの番組が終了と同時に、うん、まあ、同時っていうかちょっと後に YouTube にも上がるので、そうそうそう、またそこでね、はい、あの皆さんで拡散して、そうそう、ね、あの投票してもらえるように、あのね、1人1回ですけど、うん、押してねって、あの拡散していただければありがたいのでね、そうなんですよ、あなたも押して、そう、この子も押して、そうそうそう、あなたは押して誰かに教えてっていうね、そうですね、それをこうつながっていけば、そうそうそう、はい、もうみんなで、はい、あの拡散していただくということで、あと5日ですから、はい、で当日25日の当日は、うん、まだまだあの皆さんいらしていただけるスペースございますので、うん、ね、あ、そうですね、はい、大会にはぜひいらしていただきたいのと、その後パーティーもあります、うん、アフターパーティーがありますので、はい、ありますから、うん、その時にはね、あのファイナリストの子たち、まあグランプリももちろん決まってるんですけど、うん、みんなとこうね、お話できたりなんか、あとはお写真撮ったりなんかもできるんじゃないかなと思うので、うん、いや、素敵な時間、ね、うん、でこれからね、また成長していろんなところで活躍されていくことがね、うん、はい、あの期待できる人たちなので、はい、今からね、そう、そうですね、でちなみに北千住から1時間ちょっとで行ける足利市ですから、そこからね、うん、あの多分タクシーでそんなに遠くないですよね、市民会館ね、ちょっとかからないですね、くらいかなので、私も全然行ったことなくてわからないんですが、市民会館はご存じない、ご存じない、ごめんなさい、ごめんなさい、市民じゃなかった、忘れてた、私市民じゃなかった、ごめんなさい、区民で、都民で、ね、すみませんそうなんですよ、はい、でも近いので、ね、あ、そうですね、北千住からも1時間かからないんじゃないですか、いや本当、そう、本当びっくりしました、ね、近くて、確かにそうですね、うん、ね、ぜひ、そっかそっか、足利だとちょうど1時間ぐらいなんですね、ぐらいなんですよ、館林だとちょっとね、はい、ローカルでございますね、わかんない、またローカルの話が始まっちゃった、そうなんですよっていう感じで、ちょっと来週ね、はい、あるのと、これからちょっとね、出ていただくんですけど、その前に、はい、ちょっとご自身が、まあ、ちょろっとさっきおっしゃっていたんですけど、うん、はいはい、まあ、ビューティーキャンプで何されるかと、はい、あとその、まあ、普段ね、何されてるかっていうのをちょっと簡単に、はい、お願いできたら、はい、はい、どうぞ、今回は、ボディメイクとダイエットですね、はい、担当させていただきまして、写真は、はい、もう出しますか、出していただけますか、はい、じゃあ1枚ちょっと出していただきましょう、はい、ありがとうございます、じゃあちょうどですね10月の29、30日、うん、はい、私はあの2日続けてですね、はい、あのですね、はい、ビューティーキャンプをやらせていただいたんですけど、はい、29日の日は、うん、そのボディメイクの、ね、概要なんかちょっとね、はいはいはい、座学的な感じにですね、うんうん、概要どちらかというとメンタルにもあの絡むんですけど、うん、まあ、意識によってやっぱりボディを変えていくっていうもので、うん、あの人間の体ってすごい単純にできてて、うん、まあ、実際後からもそうなんですけど、この写真でも29日はちなみに皆さんあのヒール履いてないじゃないですか、そうなんです、ね、あ、本当だ、やっぱりね30日みんなこうハイヒールを履いて、そう、なんかやっぱりね1日目と2日目全然違うでしょ、全然違いますよ ね、 違うんですよ、意識とあとね姿勢を ね、 ねと首の位置なんですよ、あの、はい、ちょっと真面目な話をすると、はい、じゃあその前ちょっとそれでこっちに写していただくと、はい、今ちょっとお写真がねずっと写ってるから、あ、本当ですかね、じゃあすいません、あの真面目な話をすると、はい、やっぱりこう姿勢がね、うん、すごく大事なので、うん、はい、やっぱりあの気持ちの姿勢と、うん、あの体の姿勢がね、うん、一致した時にやっぱり一番最も美しい、はい、あの一本の棒のように立てるというね、うん、そこのところを、うん、あの29、30で2
日間かけて ね、 ねあのお話しさせていただい て、 いだいて、ね、実践的にはでだからといってあの個々にやっぱりね癖があるんですよ、うんはい、まだね20年ちょっとぐらいですけれどやっぱりこう出ますよね。そういろんな癖だったりとか、ね、歩き方の癖だったり、うん、あの環境だったりとかがあるのでそこをちょっと、うん、あの個別に修正させていただい た、 だい、ね、で最後30日に全く違いましたね。変わりましたよ ね、 したね。写真見て分かりますあのね、うん、ヒール7センチぐらいなんですよ皆さん、うんうん、あ7センチ、7センチプラスされたと思えないぐらいぐんと、うんうん、そうぐんと上がったんですよ。もともとやっぱりね骨格が綺麗な子たちなので、うんうん、もう本当に、まあ、正直言ったらねいいちょっとだけあのお話ししてちょっとだけこう直すだけであでもそれで変わるってやっぱり変わるんですよ。やっぱりすごいなと思って、うんはい、であとやっぱり気持ちの問題でやっぱり自分のそのファイナリストの自分の価値と立場と ね、はいうねうん、今後 の、 あのことを考えていくと彼女たちはあの何も言わずともすっとこう一本の線のようにね立ってくれたっていうような、うんはいうんね、今回は2日間 で、 そうです、ね、今回はしていただいて、はい、してました、ねうん、実は明日ね明日は、はいはいはい、私でございます、はい、ラストの日は、ラストの日は、はい今回ご縁がありまして担当は所作と美仕草というところで入らせていただきます、はい、明日最後ということなんですが、うん、今までの、各分野の講師の方たちが、いろんなことをレクチャーしてきて彼女たちもかなり仕上がりに近い状態になっていると思いますが最後に女性らしい仕草というところでちょっと、うんプラス綺麗さをプラスできたらいいなと思っております、はいそうですね女性の仕草が綺麗に見えるかどうかっていうのは、うん、私が思うところなんですけど、うんもちろん自分をきれいにするっていうことが一番大事ですけど、うんうん、周りにいる方が不快にならない仕草を振る舞いができるかどうかだと思ってるんですね。どんなに自分がきれいだなって思っていても周りの方が不快だって思ったらもうそれでアウトですから、きれいな美仕草所作は相手を不快に思わせないということを教えてあげられたらなと思っております。それでもすごく思ったのが、まあ、Facebook 上でもよく出てるんですけどメイクのこととかね、はいあの CM になるぐらい電車の中でメイクするっていうのね良くないんだよとかっていうのをそれすごい炎上したじゃないですか、はいはいまあ、炎上して意味がよくわからないんですけど、うん、まあ人前でねメイクをするっていうのが意味がわからないことなんですけど、うんまあ、それって不快ですよね。そうですね。嫌 で、 で、 ですからね、うん、目の前でアイシャドウつけてたり、うん、マスカラつけてたり。そうですね、はい、私はなんかリップクリームでもちょっと躊躇しますからねやっちゃいけないよねっていう、うん、なんかそういうこととか、うん、あと今日今朝ねちょっとテレビを見てて、うん、なんだろう誰だっけな歌手の方かな、うん、のがね面白かったんですけどお父さんすごい厳格な、はい、すごい厳しいお父さんに育てられたお嬢さんなんですけど、うん、もう今は50代見ました、ね、見ました、ね、見ました結構ね面白かったですそのお父さんがね、はいはい、すごい厳しくて、はい、トイレからからですよね。そう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 単純にお父さんが外にいて自分がトイレ入ってたんですって、はい、であお父さんいると思って、はい、でこうねトイレットペーパーをカラカラカラってやったんですよ、うんはい、すっごい怒られたんですよね。そうそうそうなんですってわかりますでもね、うん、電車というかねこういった公共の場とかで、うん、音がしたら気になりますよね、はいはい、そうだから所作っていうのね所作っていうのがもう、うんこう見せるものではなくても、そういったところでもね、そうですね不快感っていうのは与えますからね。周りの人が不快にならないっていうのが一番です ね、 そうですよね、はい、もうでもねファイナリストの子たちに甲乙つけがたいぐらいなので、うん、もう髪の毛一本とその手の先一本で多分勝負が分かれてしまうぐらいの、まあ そうですよね、そこまでの子たちなので、うんうんうんやっぱり大事ですよね。そうですね。はい、ね。だからね、うん、いろんなことを心がけていただいて、うん、でビューティーキャンプがやっとら明日か、うん、明日でラストになるんですけど、うんねはい、やはりちょっとね受けていただいたファイナリストにね、うん、もう出ていただこうかなと思うんですが、いいですね、早速ちょっと仕上がりつつ、はいね、すごいですよ。さっき久しぶりに私30日なの で、うんねねでね、かなり久しぶりに会った時に驚きましたね。うん、そうですよね、うん。私も宇都宮以来だったので。そうですよね。フラワーパーク、フラワーパークでしたっけ？はい、あ、23日。そうかそうかそうか。そうそうそう、フラワーパークがあったって、うん、その時、私もその時以来だな。ですよね。だからずいぶん変わりましたよね。変わりました変わりました、びっくりしました。じゃあちょっと早速なんですが、うんはい、みんなでお呼びしましょうか。はい、はい、ではあの2017年ミスユニバースジャパン栃木大会ファイナリスト柳ゆかさんです。
どうぞ。綺麗。いいじゃないですか。すごい綺麗。はい、どうぞ。2017年度ミスユニバースジャパン栃木大会ファイナリストの柳由香と申します。本日はよろしくお願いいたします。イエーイ。はい、じゃあお家で一緒に、はい、交わっていただいてお話しいたしましょうか。綺麗になったね、はい、嬉しいです。本当に男性の皆様お待たせいたしましたあの失礼、いや、まあ、あまりの美しさに ねいろんなものがこう、ね、そうあまりの美しさに、はい、パワーが素晴らしいっていうかオーラが本当に変わったんですよ、ね、変わりましたよね。もちろんね、もあの綺麗だったし、うん、可愛いんだけれど、うん、あの敬語使いたくなるぐらいのオーラがあったさっき本当に、ね、でも本当にお疲れ様ですっていう、うん、雰囲気変わりましたよね。変わりましたね。本当にすごいよね。綺麗だっていうか、もうだってビューティーキャンプ1ヶ月ちょっとね、うん、そうですね、でも明日がラストですけど、立ち姿も綺麗でした、ね、とっても。ありがとうございます。醸し出すオーラが違います、ね、で宇都宮もね出てた時と雰囲気が全然違う本当に違う、うん、ね、本当に嬉しいです、はい。なんか随分変わった、だから意識随分変わったでしょ。変わりました本当に、ね、うん、やっぱり人前にこう出て喋ることもそうですね増えましたし、で、あとのビューティーキャンプ受けていただいてどうでした、うん、でももう本当に最初はいろんなことをこう詰め込んでて、うんうん、分かんなくなりそうって思うんですけど、うん、なんか全部一本筋があるっていうか、うん、例えばバレエやるのも社交ダンスも全部姿勢を正しく取ったりとか、すごいなんか自分であこういう風にしようっていう普段にもなんかつながる、うんうん、意識が持てるようになった素晴らしい、ね、はい、そうですよね本当に、うん、確かにね全てトータルしてね、そうですね、うん、でも気持ちも変わったでしょ。気持ちもすごい変わりました、うん、やっぱりイベントもあるし、うんうん、なんかファイナリストだからっていう風にして、うん、いろんなこういうことを言われたりとか、うん、学校でもあの子ミスユニバースに出てる子だよって、あ、まあ、あ、そっか、周囲が ね大学生、ね、そうです、大学生なので、そうみんなに言われるの。なんかこの間学園祭があって、うんうんうん、そのファッションショーに出させてもらったんですよ、うんうん、そしたらそこでひそひそずっとこう、うんうん、なんかね、そうだよいいね、そうだよね、やっぱり注目を ね、そうね、されてるから、やっぱ常に見られてるっていう、ね、と考えるようになりました、うん、そこ大事だ、大事なんですよ、うん、そこ大事です ね、見られてるっていう意識がね、そうそう、人にどんどん綺麗になっていくので、そうですね、やっぱ責任を感じるもんね、やっぱり ね、そうですね、本当に、うん、やっぱ栃木県もね、うん、背負ってるもん ね、うん、だからもうね、来週のね金曜日にはグランプリが、ね、決まるので、ね、で栃木代表となって、はい、今度は日本大会に、もう来年ですね、日本大会が来年 ね、うん、あるので、その第一歩が、ね、はい、25日に決まるので、はい、ね、であとその前にね、今はあの先ほどちょっと冒頭でもお話ししたんですけど、うん、Facebook 上で投票を今行ってまして、はいはい、で一応ちょっとその画面を出していただけますでしょうか。ね、これ毎日ね、そうです、1人1回、うん、ね、できるので、できるので Facebook じゃなくて、あの栃木ミスユニバースジャパン、ミスユニバースジャパンの方ですよね、ホームページで、ホームページですよね、はい、で皆さんここにあのファイナリストのあのフェイスブックページがあって、あ、でもここからでも、はい、ここに柳由香さん、はい、はい、ね、ここで一回クリックしていただくと、ちなみに、え、今クリックしました、ありがとうございますさんはあれなんだ、あいうえお順だから下に行っちゃったらちょっと若干不利があるので、いや、でもあの全員見ていただいてね、全員いますから、全員見ますから、で一番最後に目が止まるんで、そうです、そこでパチッとこうしていただいて、そうです、もう一番下って覚えていただいて、あ、そうだそうだ、とりあえずご投票ありがとうございました。24時間を経過すると再投票ができます、じゃあ24時間後にお願いします、クリックお願いいたします。そうかそうか、そうです、今スマホも多分対応してるので、ね、そのままね、こうやってね、はい、一番下まで行って、あ、これ以上いかないなと思ったらさ、そうそうそう、タップしていただく、これしかないのかって思ってもいいので、じゃあえいじゃあって、そうですよ、戻るのもなんかめんどくさいと思う、はい、そう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 、そう考えたらいいポジションに、そうですそうです、そうだそうだ、ポジティブに、うん、こっち戻していただいて、うん、なのであのこちらをご覧いただければ、うん、あのビジンク の、 あの、うん、フェイスブックページにも貼ってありますし、はい、あの個々 の、 あの講師の皆さんにも貼っていただいてたりとかしてますし、はい、あとはね、
柳生優香さん の, あの公式のページも、ね、はい、作っていただいたので、の公式ページもありますから、かわいいそちらの方に入っていただければ、はい、いつでも投票できますので、はい、あの皆さんね、携帯持ってる方ほとんどなので、そう多分、はい、どなたでもできると思いますから、頑張ればガラケーでできると思いますから、頑張れば頑張ればいけるかなみたいないう感じですからね、はいはい、で投票していただいて、でまだまだあの25日には、うん、あの皆さんいらしていただくスペースはございますので、はい、皆さん当日あの、はい、彼女たちを見にいらしていただけたらなと思います。はい、本当です ね, ね。であとはですね、柳優香さんがあの今、うん、現在はこのミスユニバースのね栃木大会で今出られてるんですけど、うん、これが終わって、まあ、グランプリ、うん、あの日本代表、日本の大会とか、ね、その挑戦していかれると思うんですけど、はい、その後何かこういった野望とかありますか？野望は野望野望ですか？目標とかじゃないのよ。野望でしょ。野望大事。そう、目標とかじゃない。目標じゃないんだ。野望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 はい、まずはやっぱりこう栃木大会でグランプリになって、うん、はい、日本大会に進むことなんですけども、うん、はい、日本大会に進むと今度また世界大会が待っているので、うん、はい、そこに向けてやっぱり日本のことをもっともっと知らなきゃいけないですし、そうですね、あと英語力とかも磨いていかなきゃいけないと思っているので、うん、実際今自分もあの英語を大学で専門でやってるんですけど、うんうん、それだけではなくてもコミュニケーションって意味で、はい、いかにこうやっていくかっていうことも必要だなとは思ってます。うんうんうん、あとは、まあ、それが全部終わってからは、うん、やっぱりこうやって美容とかその美しさっていうものがいかに人に影響を与えるかってことをすごいしみじみと感じてきたので、なのでこれからもそういうことを追求して発信できる立場になれたらなっていうのはすごく思ってます。素晴らしい、はい、素晴らしい、ね、そうそう、もう40、50過ぎて大丈夫だもん。そうそうそう、ね、来年あらかん、ね、そう、でもね、美ってね、あの年齢とかも関係ないし、うん、あとはもう知った時がね、スタートなので、あとは意識ですね、ね、変わりますから、意識の問題なので、意識の問題ですね。でも本当にね、すごい綺麗になった、本当にびっくりして、もともとね、もともと綺麗だけれども、さっきもあのお話しした時にお母様によく似てらっしゃるっていう、会ってみたい、ね、美しいお母様でね、いらっしゃるとは思うんですけど、でもね、全然ね、こうオーラが変わりましたよね。やっぱりね、あの宇都宮で皆さんこう並んでたんですと全然違うので、そうですね、違うんです。本当にその宇都宮が終わった1週間2週間も経たない間 の, そのフラワーパークの点灯式でもすごい変わったなってやっぱり思うぐらいだったので、改めてもう1ヶ月ね経ってから随分本当に、ね、別人になるぐらい変わったので、様々なね講師の方たちのレクチャーがやっぱり聞いてるなって。でもやっぱりね、その素晴らしいのが皆さん素直じゃないですか。そうなんです。だ全部こう吸収するんですよ。そうなんです。あの石じゃないの、スポンジだから。スポンジじゃない、私たちみたいにもう石になっちゃう。あのね、やっぱり素直な人はね伸びるんですよ、うん、ね、早いの、本当に、うん、本当に。でもね、今何でもこう吸収できるから、そうですね、うん、今もう本当とりあえず聞いて、うん、とりあえず実践してみようっていう、うん、あ、それでもすごい、そうなんですよ、すごく素直でね、謙虚で、うん、やっぱ実践ね、うん、聞くだけではなくて実践ね、そうですね、するだけ、うん、することができるのはやっぱり、うん、 うん、すごいことだと思いますよ。だから25日にね来てほしいのは、うん、もちろん彼女たちの美しさをね、うん、まあ、いろんな人に見てほしいんですけど、うん、次は私だと思ってる。そう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 、そういうね、あの20代10代、うん、20代の2018年になるんですよね。そうですね、そうなの、彼女が2017年、ね、だから2018に目標と、まあ、もうちょっとまだ高校生で2019でもいいかなっていうぐらいの次世代の ね、人たちに来て、夢を持ってね、そう、あの実際に彼女たちのそのオーラとかね、綺麗さを ね、あの実感で見ていただけたらいいなっていうふうに、そうですね、18歳からね、できますからね、18歳から26、うん、やっぱ平均して22、3歳が多いかな。そうですね、同い年がすごく多いので、うん、そうですよ、うん、まあ、でも毎年出てもいいんですよね、ね、代表にもしね、何らかと何回でも、ね、ね、そうですよね、うん、でもそれって結構磨かれるのですごい、うん、そうそうそう、高校生ぐらいの子が毎年毎年見て、そこからもし ね磨いてったらものすごい、ね、すごいですよね、なんかそういう、まあ
だそういうお子さんがいらっしゃる、うん、あの親御さんにも来てほしいんですよ。私のでも一応来年の2月ぐらいは地元の、うんまあ、出身の中学校で、うん、ちょっとそういう話とかして、うん、なんか頑張ろうよみたいなのはちょっとしたいなと思ってて、私だって ね彼女ぐらい綺麗な娘がいたらね、うん、もう早いうちからねそっちのねあの一流美人道をね学ばせてた。本当ですよ ね残念なお知らせだった。残念なお知らせがあったのでね、残念だったのでね、うちの場合はね、娘がね、若干残念だったので、そんなことないじゃないですか。道には行かないで、もうあの遅くなっちゃう、20代も終わっちゃったので、もうそれはもう、ね、それはもう、あの村山先生違う。そうそうそう、うん、ね、もうあのごめんなさいね。そうにもならない方向性に行ってしまった。だから本当にね、親御さんに見てもらいたいです。そうなんですよ、本当に。で、うん、私たちの世代が大体お母さんで多いと思うので、うん、まあその方たちにちょっと見ていただいてっていうのが、うんうん、ね、一緒に。だからね、親子で一緒になって綺麗をね、研究して綺麗になるって、まあ、娘はその最終的にそのあの栃木っていうかね、代表にできるみたいな風に、ね、あの一緒にこう ね、二人三脚で言ってくださる親子さん来てくれるといいなって実は思ってるんですよね。自分にね、娘さんがいらっしゃらなくてもご近所でね、そうそうそう、あの娘さん綺麗とかと思う人がいたら推薦していただいたり、学校の先生ね、学校の先生がね、あの生徒さんの中で、学校の先生は出れないから、まあダメなんだけど、いるかもいるかもしれない、20代だね。ああ、そう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 、20代でもね、ほらボディメイクやってたじゃないですか、はい、やっぱりこう意識の高い子は小学校からやっぱりね、うん、ボディケアをしてたっていうんですよ、うん、本当ですよ。でもやっぱりね、うん、その関わることがね、うん、いくつで関わるかが、うんうん、そのただ別にそれ早いからとか遅いからとかはないんですけど、うん、その意識のね、うん、持ち方で随分変わりますよね。そうですね、好きなんでしょうね、うん、だからやっぱりね、本物の人たちをね、うん、見て、やっぱり本物を見ないとね、そうそう、あのいけないと思うし、はい、間違えた方向に行かないように、ね、はい、やっぱり一流の子たちに触れてほしいなと思います、うん、でもね、もう来週、いよいよ来週になって言いましたけど、本当にそこでね、頑張っていただいて、皆さんその日にね、うん、ステージ、まあ、2時間ぐらいですかね、ステージね、審査とかももろもろ合わせてあると思うんですけど、うん、そこでグランプリになってね、その中で代表になる子が1人出て、うん、でまあね、そこでね、うん、よかったって思うことではなくて、うん、その次の日本大会で、はい、もちろん日本代表で世界に行ってもらいたいので、うん、ぜひぜひね、はい、その ね頑張ってもらわないとね、なんか、そうなんですよ、はい、なんかでもね、関わった人たちがね、思うとね、もうね、やっぱり、ね、それまであまりこの、ね、ミスユニバースの方、うん、あのまあ、他の地域だったもので、今回栃木に関わりましたので、はい、やっぱり世界には行ってほしい、ね、行ってほしいですよね、うんうん、でもね、本当にね、どんな形で、ね、なるかわからないですけど、うん、世界に、ね、やっぱり日本が、ね、うん、行くとなるとね、やっぱりちょっと嬉しいですよね。いや、もちろん、ね、何でもそうですよね、本当、うん、ね、うん、応援しちゃいますね、ね、いやいや、応援しちゃいます。今年オリンピックとかもあったね。あ、そうか、燃えるタイプなんです。あ、そうそう、だから今度は自分が応援したい。そうだよね、そうですね、なりたいです。本当、はい、早いね、だけど本当にね、うん、びっくりしたびっくりした、本当この1ヶ月ね、あっという間でしたよね。なんかね、皆さん本当にあの宇都宮のね、うん、15日、ね、先月のね、15日にほとんど、あ、初めましてみたいな、ね、そうでしたね、感じでお会いして、ね、でみんなでじゃあ頑張ろうよってね、講師陣がね、うん、こうね、団結して一時選考会の時 の時に、ね、すごい緊張して頑張った後に、私たちも餃子食べちゃった、ね、そうなんですよ、ビール飲んじゃったし宇都宮ですから、ぜひ運動しながら、ね、あの11月に15日にはこうしたいねっていうようなお話をして、うん、はい、あっという間でし た、ね、でも本当来週が楽しみ で、本当です、なんかもうドレスも決まったと、ね、聞かないけどね、聞いちゃうとね、聞かない、ものすごい聞きたいけど ね、聞かない聞かない、楽しみにする、ね、うん、で、あとはね、明日またあのビューティーキャンプ で、ね、あのちょ、はい、こう大きな流れを言いますと、午前中からウォーキングがありまして、はい、で、ランチでちょっと時間を挟んで、で私のメイクがあって、その後に栃木さんの所作があって、はい、でラストはあの顔ヨガが
ラストになってますので、顔ヨガね、はい、あれ明日は1日結構長いと思います。そうですね、盛りだくさん、また盛りだくさん、いろんなことをね、はい、でも本当にね、うん、もうみんな陰ながら応援してますので、うん、ね、もう本当にそうです。今日ね来てくれたから、うん、ゆかちゃんに投票してくださいって今ね、うん、個人的にはもう全面推しなんですけど、でも11人の関わってた人はみんな平等に、ね、みんな綺麗、うん、みんな の、うん、本当に一人一人に美しさがあって、うん、一人一人にね日本代表になっておかしくない、うん、資格がある、うん、で価値のある子たちなのでね、うん、本当に出し切ってもらえればいいなって思います。そう、ね、本当にもう25日は全て自分のね、うんうん、そうですね、うん、出し切ってやりたいことは全部、うん、全部やらない後悔が一番そうですよくないんで、ね、ね、そうそう、よくあるんだけど、意外にやっちゃった後悔はね、まあいっかみたいなのが後でできるの。でもやらなかったことはね、もうなっちゃうから、そう、そうですね、2回転が3回転になってもいいと思う。本当にそう、いいと思う。やっぱり印象を残すってことは、ね、やっぱりすごい大事なので、それはね、そう思います。頑張っていただきたいなと。それがなくてもね、日本はね、あんまりこう世界で、はい、控えめですね。控えめだから。そうそうそう、控えめ。でもまあ控えめもね、日本の美なので、まあ、そこはね、そうなんですよ。またそこはね、でもうまく、はい、バランス取っていただければと思います。はい、はい、では本当に今日はありがとうございます。はい、頑張ってください。はい、頑張ってください。やっぱり最後にね、うん、もう一度かっこいい姿を、はい、はい、はい、全身ちょっと皆さん、はい、皆さんにね、していただきたいので、見せますので、で最後に、うん、25日の意気込みをちょっと一言、ね、はい、お願いします。はい、はい、改めまして柳ゆかと申します。25日の特技審査では私は歌を歌いたいと思いますので、そちらも楽しみに見に来ていただけたらと思います。ミスユニバースジャパン栃木大会、私の他にもたくさんいるんですが、私は誰にも負けないという気持ちで今、うんうん、全力で取り組んでいて、先生方にも変わったねと言っていただけたことを自信に頑張っていきたいと思っております。ぜひ応援よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。素晴らしい、はい、大丈夫ですよ、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、素晴らしい、素晴らしいね、ちょっとね、うるうるしちゃう、ね、じゃあ、うん、ちょっとここで歌を一曲、はい、はい、今日はラフベリーの、はい、一輪の花という、なんかちょっと ねいいかななんて思って、はい、と思います。はい、じゃあお願いします。はい、
い、ラフェリーの一輪の花でした、はいはい、いかがです？ね、すごい素敵でしょ。素敵な一輪ファンになりそう。あ、ファンになってください、うん、ぜひ、はい、もうラフェリーもですね、うん、どのくらいだ、もう6年7年、まあね、うん、出し始めてから私も新潟で知り合って、うん、それからのお付き合いなんですけど、うん、あの本当に彼らは自分たちのこう言葉を歌に乗せて、うん、で今2人で歌ってたんですけど、あのゆうへいさんっていう男の子、金髪の男の子がいるんですけど、はいはい、その子がこうラップを結構、はい、やられるのと、でもう一人カズさんっていう男の子が、はい、あのまあ、メインでボーカルでやっているんですけどね、うん、で一応ああいう結構ポップな感じばっかりではなく、うん、あのバラードありましたよね、はい、ウェディングソングとかやってたりとかしてるので、うん、で新潟ではその結婚式場とコラボしてアルバムを出したりとか、うん、そういったこともしている彼らなんですけど、うん、今日が11月19日ですよね、うん、来週の11月23日にはまた彼らが、はい、新しいアルバムを出しますので、はい、またそのアルバムが出た時にはちょっとこちらの番組でね、はい、かけさせていただくと思います、はいはい、で今日はそのミスユニバースのことをちょっとお話しさせていただいたので、はい、あの一輪の花という、そうですね、はい、でこれはほの一つの花を決めるってことではなくて、はい、自分が持っている一輪の花を咲かせましょうっていう歌なので、うんうん、個々にそれぞれにすごいメッセージ性、うん、そうなんですよ、そうですね、はい、だから皆さんね、いっぱい聞いてください、はい、ね、はい、ありがとうございます、はい、はい、ではここでちょっと切り替わりまして、はい、少し CM ですね、私たちが、はい、リジンクとして今後いろんなことを活動していきたいなと思っておりまして、はい、で新たに、来年か20、はい、それこそ2017年はい、にからあのせっかくもうこの美人区というね、うん、美しい人が集まる区域ということで、で、まあ、ここの情報局は美しい人が集まって情報発信するという、うん、ことを、まあ、やってまして、あの美しい人がすごい集まってきたんですよ。何をやろうとしてるんですか何をやろうとしてるんですか、ね、本当にみんな綺麗なんですよ。そうなんですよ、で、うん、年齢関係ないんで、20代から上は本当に60代70代と美人区情報局にこう関わっていただいている方が多いので、あのね、美しさをこう競うことを今後はしていきたいなと思っております。で、まあ、美人区コンテストというのを始めていきたいなと思って、はい、なんだかすごいワクワクするような企画が、そうなんです、はい、でもね、これだけ人数集まってきたので、うん、せっかくね、なんか楽しいことしたいので、うん、楽しみですね、はい、で、まあ、詳しい内容とか、はい、あとその発表とか受付というのは、はい、来月12月3日の土曜日が美人区情報局というか、まあ、CM の24時間スペシャルの日なんですけど、はいはい、その時にあの1時から美人区情報局が2時間でスタートいたします、はい、でその時に受付2時間特番ってやつですね、そうですあの受付を開始したりですとか、はいはい、あとまたちょっと詳しい内容とか、はい、まあ、応募方法とかしていけたらなと。 でこの時には、うん、美人区コンテスト単純にこう競い合うだけではなくて、はい、それが美のプロが多いんです、はい、ここの、はい、はい、関わっていただいている方々が、はい、なのでその方々にこう、はい、あの 美学塾というのを ね、 そうですね、開催して、そこでいろいろ美を学んでいただいて、はい、競っていただこうかななんて、はい、私もエントリーできますでしょうか。ぜひぜひ、はい、ぜひぜひぜひ、ありがとうございます、はい、で、あの基本的に全部いっぺんにではなくて、うん、20代の部門、30代の部門、ね、40代の部門、はい、50代の部門、60代以上の部門っていう形で、60代以上がいいですね、年代別 で、はい、ね、でそれぞれの美しさがありますので ね、 で年代別でトップが出ます、うん、がそこからトータルで1位を決めます、グランプリですね。 そこがね、ちょっと違うところなんですよ。そうですね、他の同じような、うん、あの、うん、ありますけど、うん、そこが違うので、違うところですね。じゃあその年代によって20代のグランプリが出るかもしれないし、な、はい、60代以上のグランプリが出るかもしれないっていうことですね。そうなんですよ、だから20代の子がなるとあの区長さん、あのトップがあの常に有利とは限らない。区長さんっていうのは何ですか？ごめんなさい、区長さん喋っちゃった。美人区というあのその区が、はい、まあ、23区というような区を作ってますので、はい、そこで区長を務めていただこうと、はい、なるほど思っております。それがグランプリ、はい、ということなんですね。あのもうグランドですね、もう全体のグランプリなので、はい、じゃその方にこう、まあ、この
パーソナリティももちろんですけど、うん、その他ちょっとね、うん、いろんなね副賞が今いろいろお話をね、うん、しているところなので、ちょっとそういうのに出ていただいたりとか、うん、なのでこう前に出る方、前に出るのが好きな方、あれ私の嘘あ違うか方たちにこうねグズンでいただいてどんどん作っていきたいなと思ってます。で、うん、でまあ、PR 場所にする場所にもなりますしね。そうです。で、その、私の方で、まあ、美人区というその、はいね、中で、まあ、美学塾というところでここの番組もそれをいろいろやっているんですけど、はい、あの一つはこう婚活であったりとか、うんうん、婚活、はい、婚活美しく、ね、こうなって結婚を、ね、目指す女性を作るのと、うん、あと先ほどねあのミスユニバースじゃないですけど、うん、こう完璧美人というかね、そうなんですね、まあ、言い方が全員完璧なんだけど、まあ、もちろんなんて言うんでしょうね、まあ、そういうね、うん、女性を仕上げるということでしょうか。やっぱりもう、ね、世界基準の美しさと、うんはい、っていうのが、はい、まあ基準の美しさ両方こう出ていけるようなその美学塾っていうのはこうしていていけたらなと思っております、うん、で婚活に関してはあのずっとパーソナリティをやってる子たちがいるので、はいまあ、その子たちがこう美学塾として、うん、あの婚活の方たちにこうやっていくっていうことが一つと、うんはい、あとはその、まあ、このコンテスト、うんこう人前に出るコンテストですね、うんはい、そっちの美学塾はあの今日いらしていただいている村山さんに、はいはい、あのしていただいて、はい、塾長あ塾長じゃないんで、はい、塾長じゃなかったんでしたね、はい、そうでした、はいうんはい、なのでそっちの部門を、はい、あの仕切っていただいて、はい、で今回の方は、はい、あの相模奈ちゃんに仕切っていただくので、はいはい、また別で、はい、どこかなみたいなお会いしてますけどね。そうです。そうでした、はいうん、っていう形でちょっと進めていきたいなと思っております、はいうんはい、で詳しい内容はまたあのここのホームページとか、うん Facebook ページとかでもどん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 、はいあのね、していきますので、あの皆さんをお見逃しなく、そうですね、あれお見逃しなくそうお見逃しなく、ね、要はね、綺麗になる目的を持つと綺麗は加速するんですよ。そうなんです。もう全然違うでしょ、うん、さっきの赤ちゃん違います1ヶ月で、ね、もちろん生まれながらの美人さんで、うんね、お母さんも美人なので、うん、あのなんですけど全然1ヶ月で変わっちゃう。やっぱり気持ちでね、2週間で変わっ、うん、びっくりしちゃったんで、気持ちでやっぱり変わる、うん、だから目的があると、うん、あの本当に何でもあの綺麗は加速するので、ねはい、その加速綺麗は加速する、そうなんです、うん、加速度を高めるためのお手伝いをね、私たちはさせていただいてそのでも綺麗がそれぞれ年代によってね違うんですよ、はい、そうなの で, そうです、ねね、ここでちょっと簡単に言ってしまうと、うん、あの美人区で考えている美しさというのはもちろん容姿、うんねまあ、もちろんありますよ ね、うん、見た目のその容姿というのは、まあ、お顔であったり、うん、スタイルであったり、ね、あとただその人のセンスってにじみ出てくるの で、センスってすごい大事なので、まあ、そういったこととか、うん、あとはあの仕草という部門で、はいはいまあ、話し方であったりとか、はい、そういったことをあと振る舞いですよね。振る舞い大事ですね、うん、なんかそういうこととあとはこう、まあ、性格というか心というか、うんあのまあ、素直さが必要なのと、うんうんでも強さがないとダメですよね。素直もやっぱり一番ですけど ね、うん、やっぱり強さがないと諦めちゃうんで途中で、あ、うん、そうですね、そういう強さが、まあ、兼ね備えてるってことと、うん、あとはもう生き方ですね。あの年代別で70代とか60代になるとやっぱり生き方でかなりかっこよさ変わるので、そういったことを、まあ、全体をこうバランスよく兼ね備えてる方を、うんうんまあ、美人区では美しい人とそうですね、はい、うん、行きたいなと思っております、うん、はい、はいね、そういう方々に、うん、あのきっかけになるね。そうですね、そうですね、そうじゃないですか、そういったところをどんどんこうね吸収もできますから、うん、あちょっと欠けてるなってご自身で思えば、うん、そこを吸収できる場合もあるので、よくにあるダイエットは明日からで、その明日はいつなんだろうっていうところでこれやっぱり、ね、日にちを決めていくと、ね、あの頑張れるんですよ。明日っていつ明日明日って、ね、本当に3年ぐらい明日明日言ってる人がいて、ねね、いいでしょ、ね、今日はこれを食べたらもう明日から食べないのっていつなんだろうその明日はみたいな、ね、人がいるので、そうそうだ、目的を持つと、ね、本当の明日が ね作れますのでね、はい、素晴らしい、ね、そういうところに使っていただければいいなと思ってまして、はいはい、でこれをねどん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 こう毎年毎年、うんねうん、やっていけると美人がもっと増えていきますの で、 そうなんですで、ね、せっかくね美人区という区を美しい区域ということでやってますから、うんうん、区長ができると同時にその、ね、皆さん
区民になっていただくという、あそうですね、うん、ところも、うん、なんかそういうのでね、またこうみんなで集まって、そう、はい、うん、いいですよね、なんか総選挙じゃないけどね、総選挙、ね、いいかもしれないですね、公開総選挙、ね、あそうそう、いいかもしれない、そっかそっか、そう番組でもちろんねやるのと、うん、そのステージも実はここと別の、うん、あのスタジオがあるんですけど、じゃあそちらでこうそうなんですね、公開するんですよね、はい 公開、公開コンテスト、そうです、ね、で番組で配信、うん、はい、していきますので、うん、皆さんその辺はお楽しみに、はい、そうですね、で、うん、出場したいなって方はどん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 ね、本当です、はい、いつでもどこでも受け付けてるんで連絡をいただけましたら、はい、かもしくは見かけたら声かけていただいてね、出たいんだけど出たいんだけどってそうそう、はい、はい、はい、こちらみたいなね、はいはい、いやでもね、はい、本当にね、うん、やりましょう、 なんだろう、すごく格式高いね、うん、ミスユニバースとかね、そういうさすがにそこまでの伝統のあるものだと、うんうんね、やっぱりこう、うん、お互いにそのね、はい、出たいと言われましてもって話にもなる時があるんですけど、こちらはね、本当に窓口広げて、はいはいはい、全てやっぱり綺麗になるきっかけのための、そういうきっかけなんで、うん、最初の、はい、そんな風にね考えていただいて、はい、やりたいと思いますので、綺麗になって、最後は綺麗になって、うん、はい、それ以上に綺麗になる、うん、次のステップにつなげていっていただければいいなと思います。綺麗になるのはマイナスがないので、そうなんです、はい、それもメモ、ね、でしょ、でしょ、本当悩む暇があったら、ね、いろんな方が幸せになるの、そうですよ ね、 そうご自身もだけど周りも幸せになるんで、そうなんですよ本当に綺麗な女性を、日本の綺麗な女性を増やしましょう、 そう、ね、そのきっかけってことですね、はい、そう、やっぱり本当に西洋人に比べて若干この、ね、はい、体格的に落ちても、まあでもね、老化が遅いのは、ね、間違いないです、はい、そうなんですよ、本当にそこだけは、ね、老化が遅い、いや遅い、はい、うん、で確かにそうです、緩やかですね、はいはい、遅いというか緩やかですよね、うん、まあそうですね、うん、体型とかも、そう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 、ちょっと高カソイドに比べたらモンゴロイドはね、はい、年取ってからが勝負だなそんなことでちょっとね、はい、まあ、番組の方でも盛り上げていきたいなと、はい、で詳しい内容はまた後ほどいろいろアップさせていただきますので、あ、そうですね、 Facebook ページの方にアップしていくということで、はい、そうですね、はい、お願いします、はい、ぜひ楽しみにしてください、はいはい、でもう一つ告知が来週ですね、はい、はい、来週です、いよいよ、11月26日ごめんなさい26日の、そうなんです、ごめんなさい、番組の次回なんですよ、そうなんです、ごめんなさい、私25日かと思っちゃった、翌日の日なんですよ知ってます私、ね、大会で栃木に泊まって、はい、その朝あそうだ、ね、電車でまたここに来る、ねね、栃木にお泊まりになるんですね、そうなんです、そう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 、でその日はここの番組では、うん、始まります、初めて、はい、やるんですけど、通販番組を始めますので、はい、ご紹介させていただきます、どんなものを、でもう美にまつわるものは全てなので、うん、もちろん、はい、化粧品から始まって食品であったりとか、はい、まあ、衣類であったりとか、いいですね、全てそういったものをちょっと今後ここで、はい、もう一人いるんですけど、はい、3人 で、まあ、いいものを知らせたいということで、はい、う、もう一度いいものを知らせたい、はい、ありがとうございますっていうので始めていきたいと思います、はいはい、もう告知始めましたね、はい、始めました、化粧品で、はいはい、第1回目は、第1回目はね、まつげ美容液で、はい、私ね今使ってるんですけれど、はい、それ知りたいです ね、 もちろんこちらで観覧ご観覧も OK なの で、 で、ね、ぜひぜひ皆さんお楽しみにしてください、当日は今日はね、はい、ちょっと持ってこなかったんですけど、その日には全部全てやりますので、はい、うん、ぜひ見ていただければ、はい、ぜひ、はい、来週はよろしくお願いします、はい、楽しみにしております、はい、であともう一つ、実は、先ほどから何度もお話ししてます、はい、2017年ミスユニバースジャパン栃木大会が11月25日の金曜日6時半、はい、6時会場、はい、6時半スタート、はい、で6時半スタートですね、はい、足利市民会館で行われます、はい、この番組に問い合わせでもいいです、はい、個人的に私の方に問い合わせしていただいてもいいので、はい、ご連絡をお待ちしております、でははい、本日ありがとうございました、ありがとうございました、また来週よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、戦うべきは自信だ、世界に一つ